久保さん。まあ、今あるものを使いにしましょうか。今あるものを。まあ、YouTube がなかったらなかったで、まあ僕は多分、まあ、あれでしょうね。メルマがめっちゃやってたでしょうね。メルマが。ステップメールとかね。メルマがめちゃめちゃやってたと思いますよ。<laughs> てかまあ、それが僕の本職なんで、まあやってたと思います。まあ今、ほとんど力入れてないですからね。ぶっちゃけうと適当ですね。<laughs> まあ、動画がもうコンテンツほぼ、 100%メインコンテンツが動画なので、メルマガの内容を書くというよりかは、クリックさせるだけなんで <laughs>、どうクリックさせるかぐらいですからね。い、い、なんだ。位置づけとしては。だメルマガの文章でどうのこうのっていうのはもうなくなっちゃいましたね、僕はね。一応送ってますけどね、たまに。うん、特に商品セールするときとか、裏メルマガみたいな感じで送ったりするんですけど、まあ、クリックさせることが目的ですね、もはや。うん。 ただまあ、去年から始めたブログですか。まあ、ブログはもう資産になるので、まあそこはしっかりまあある程度自分の、まあ、書いてますけど。だから動画がなかったら、まあまあ文章ですね。だって自分の何かを伝えるっつったら、やっぱりその、なんだろうな。ある程度のボリュームが必要なわけですよ。自分を知ってもらうためには。だから時間が必要ですよね。例えば文章で言うならばね、 おはようございます。今日はカレーが美味しかったですねっていうこの2行でその人の人間らしさだったりとかその人の面白さだったりとか伝えられないと思うんですよ。ただカレーを食うっていう現象ですらどう書くかどう伝えるかによってその人の人間らしさは出ます。例えば、まあ、動画だったらねカレーをね3秒で食うみたいなブワー食うってねフワーみたいなでその映像絵面だけでもなんかこの人面白いなってなったりするかもしれないですけどその文章でね あのー、じゃあカレー3秒で食べましただけだとなんか伝わんないじゃないですか。だからその文章で表現するんであるならば、カレーをなぜその3秒で今回食べようと思ったのかとか、なんかいきさつストーリーがあったりとかして、なんかその、うん、面白く書いていかないといけないですよね。結構これめんどくさいんですよね。文章だと。ただし、あのー、YouTube がないんであるならば、それをやるしかないので、 例えば戦後焼け野原久保さんは広島ですけど戦後焼け野原で何もない状態何もない状態から何かこう復帰していくためにはネットもないわけですからな何もない何もない中でやっていかないといけないわけですよねだからあるもので復興していくしかないわけですよ。ないものをねだってもしょうがないわけですよ だから今自分にあるものって何なのかな今使えるものって何なのかなっていうところで使えるものはどんどん使っていった方がいいと思いますし、うん、使わないのは使えない時代に生まれてた人からすると羨ましいなと思われるだろうし、うん、だ僕たちってもう本当に恵まれすぎてると思うんですよね。みんなチャンスあるし、だから日本に生まれて、まあ、動画見れる環境にいる時点でチャンスだらけだと思うんですよね。 この動画を見られてる時点でデバイスあるだろうし、デバイスなかったら見れないじゃないですか。てかスマホ持ってない国なんか子供たちなんかたくさんいるし。だからまあなんだろうな。まあチャンス日本ってめちゃめちゃあるのに、なんかチャンスがないってぼやく。人の嫉妬、妬みをする。いやいやいやと。やれるのめっちゃあるよと。 うん、そんな言ってる時間あるんだったら自分の人生あるむあ、あの、豊かにするためになんかやれようと思うんですけどね、僕は。うん。だからチャンスは落ちてる。日本に生まれてる時点で。てか、この動画を見てる時点でチャンスはあなたにもあるってことですね。だデバイスがあるんだから。はい。見てくださいよ、世界中の子供生まれた瞬間戦争してる。生まれた瞬間貧困。飯も食えない。ガリガリの。よく、 テレビ映像とか映るし、映されますよね。ガリガリの子供たち。あの人、あの子た、あの子供たちにチャンスはありますかないっすよね。僕たちはあるんです。で、それを使うか使わないかはあなた次第です。いってらっしゃい。